タイのバンコクで反政府集会を続けているタクシン元首相派は、日本人が多く住む地域にある現首相の自宅前でも自分たちの血液を投げつけるデモを行いました。雨が降りしきる中、住宅街の中にあるアピシット首相の家の前にデモ隊が到着しました。これからデモの参加者から集めた血を撒こうとしています。騒然とした雰囲気になっています。タクシン派のデモ隊は昨日、議会解散の要求に応じないアピシット首相の自宅前に集まりました。そして集会参加者から集めた血液を門にかけたり、血液を入れたビニール袋を敷地内に投げ入れるなどといった抗議活動を行いました。アピシット首相の自宅は企業の駐在員などの日本人が多く住む住宅街にあり、在台日本大使館ではデモが行われている場所に近づかないよう注意喚起しました。学校や幼稚園がそのために休みになってしまったりっていうのがあるんで怖かった。ごめんね。一方、反政府集会の参加者はピーク時のおよそ10万人からおよそ2万人にまで減ってきているということです。